ワイヤーヘアードポインティンググリフォンとは、オランダ及び、フランス原産の多目的なグリフォンタイプの犬種である。オランダ語では、コルトハルスグリフォン、フランス語では、グリフォンダレアポアール・ドゥール等という。オランダ出身で、ドイツ在住のブリーダーであるエドワルドイコルトハルスが、1874年にアムステルダムで入手した、グリフォンタイプのミックスのメス犬をもとに、 ジャーマンワイヤーヘアードポインターやセッター種の犬種、バルビーなどを掛け合わせて多目的な猟犬を目指して作り出された。その後の改良はフランスで行われ、1887年に犬種標準が完成した。しかし不思議公認犬種となったのは遅く、そのおよそ100年後の1964年である。現在は万能な猟犬としてだけではなく、ペットや、 消毒区としても多く買われていて、北米やヨーロッパなどで広い人気を博している。本種は作出者の願い通りに万能な猟犬として完成し、ポインターとしてポイントを行うほか、主人が銃で撃ち落とした鳥を水陸両用で回収できるレトリーバーとしても使える上、嗅覚が鋭く、茨バラなどで怪我を起こしにくい、ワイヤーヘアのため、ウズラやウサギなどの狩猟にも適している。また、 番犬として、家や倉庫などの見張りもできるなど、非常に有能で多岐にわたる、刺激方法を持つ犬種である、グリフォンタイプの犬種のためワイヤーヘアで、コートはラフで、ウェーブがかかり、ゴワゴワしている。毛色は、テエースナット、テエースナットローン、ホワイトとグレーの混色のローンなど。足は、長く、大きめで、短い垂れ耳で、長めのタレオであるが、半分の長さに、 体をすることもある。泳ぐのが得意で運動することが大好きなため、多くの運動量を必要とする。体高はオス55から60センチメートル、メス50から55センチメートルで、体重は死ゆともに20から25キログラムの中型犬。性格は警戒心が強いが、家族には有効的でしつけもよく入る。股関節形成不全にかかりやすい。ありがとうございます。